セブンズ。遅刻でしょ。翔さんも社会人になったんだから、たるんでちゃいけません。まっとうな社会人は、そういうギリギリのチャレンジをしないものなの。誰かと間違えてませんか？だとしても、もう何年も前でしょ？もう、あの頃の私ではないのです。翔さんこそやっとここに戻ってきて、聞いてないみたいですね。どうやら何のお話ですか？もう、さっきからジロジロと、どこを見てるんです？あんまり不真面目だと本気で怒りますよ。学園のみんなに有害です。だっていやらしいじゃないですか。それは、
再開してからまだ1週間くらいでしょ？許すって…こら、いやらしい人。他の男の人を巻き込まないでください。 80% は多すぎですよ。いつ仕事してるんですか？翔さんは今が大切な時期でしょ？私、これでも気を使ってるんですよ。触ったらぶちますよ。こんなところで、一日の 80% 説もまんざら嘘ではなさそうですね。笑えないジョークは感心しません。開き直らないでください。はあ、そういうところは何にも変わりませんね。そういう可愛いところが大好きですよ。更新されても困ってしまうのですが。どうして？私たち、強い絆で結ばれた恋人同士じゃありませんでしたっけ？そうでしょ？でしたら、もう少し堂々としていてください。私たちのことは、魔法党の方からも期待を受けてるんですから。もちろん、私たちのことは報告してますよ。
おばからは、早く子供を作れとかも言われてますし。魔法使いと普通の人が当たり前に結ばれる世の中に早くなってほしいんですよ、みんな。ええ、しましょうね。勇気を出して留学してよかった。ここで才能ある子を育てる仕事はやりがいがありますし。それが一番です。さて、私たちの明るい未来のためにどうするんでしたっけ？よろしい。